い、どうもプロボラーの川添翔太です。本日もショダチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、ハイスポーツ社最新作のコードマスターと同じコードシリーズのダークコード、この2つのボールを比較していきたいと思います。まずスペックの紹介なんですけど、コアはですね、どちらもコードシリーズということでラド4コアとなっております。RG が 2.50、デルタ RG が 0.058 と、もうロングセラーで大人気のコードシリーズとなっております。そしてカバーストックなんですけど、コードマスターは初搭載のレックスパールリアクティブとなっております。もう一番ストームの中で強いパールのカバーストックとなっております。そしてダークコードはレックスパールリアクティブということで、ネックスよりは走りのいいカバーストックとなっております。そして表面仕上げはどちらも1500番グリッドポリッシュのポリッシュ仕上げとなっております。まあ、今回ですね、どちらも強いネックスパールとレックスパールなんですけど、まあ、パールで同じポリッシュ仕上げなんですけど、まあ、どのような差となるのか早速投球していきたいと思いますので、最後までご覧ください。どうぞ。はい、それでは早速いきたいと思います。今日はですね、ハイスポーツ社最新作のコードマスターとレックスパールのダークコード、この2つのボールを比較していきたいと思います。さあ、まずはコードマスターからいきたいと思います。あー、いいですね。今回のコードマスターは手前の走りはね、比較的いいんですけど、やっぱりドライゾーンに行ってからのキャッチがね、非常にいいんですよね。いやー、やっぱりね、いいですね。今回のコードマスターは初のネックスパール搭載ということで、このネックスパールはストームの中で一番強いカバーのパールとなっておりますので、やっぱりね、ドライゾーンに行ってからのキャッチが非常にいいですね。わー、いいですよね。動き方にはこう切れるというよりはこうぐいぐい寄ってくるような動きなんですけど、ちゃんとね、ドライゾーンに行ってからしっかりと曲がり始めてるのが分かりますよね。やっぱりそうですね、ネックスパールは手前の走りがよくって、やっぱドライゾーンでしっかりと曲がってるのが分かりますよね。やっぱりね、奥の食い込みがかなりね、強いのが分かると思うんですけど、やっぱりね、コード転がりが良くて、やっぱりね、奥のこのコアの向き方がやっぱ非常にいいので、ピンに当たってからの食い込みがね、やっぱいいんですよね。いやー、やっぱりね、キャッチ力抜群ですよね。ただね、手前で無駄な動きをしないので、やっぱり投げやすいですよね。手前から曲がっちゃうとまた難しいんですけど、手前ではね、スムーズに走っていてくれてますね。あー、でもやっぱりね、食い込みがやっぱ非常に強いので、今みたいに9番ピン残ってしまうんですけど、やっぱりね、あれぐらい食い込みがいいとやっぱ天ピンの飛びも良くなりますし、薄めのね、アクションもね、良くなるんですよね。はい、今度はですね、同じコードシリーズでレックスパールのダークコードを投球したいと思います。さあ、同じラインをね、投球させていただきたいと思います。さあ、どうか。おー、やっぱり全然ね、途中のキャッチが違いますね。コードマスターはやっぱりドライゾーンに行ってからの反応がいいんですよ。なので、こう45フィート50フィートぐらいから曲がり始めてるんですけど、ダークコードはやっぱさらにね、奥まで行ってるのが分かりますね。いや、投げ比べるとだいぶ差があるように感じますね。ダークコードはね、これだけ投げると結構いい動きするんですけど、コードマスターと比べると差がね、まあ、曲がらなく感じますね。2枚ほど右に立って投球したいと思います。あー、やっぱりそれでもダメですね。結構ね、ダークコード、このレックスパール、スペック表で見ると結構強いカバーストックにはなるんですけど、ネックスと比べるとやっぱかなりね、走りのいいカバーストックに感じますね。いやー、ダークコード、やっぱり走りがね、いいですね。僕ダークコード大好きなんですけど、
バーコードでちょっとね物足りないときはコードマスターでいいかもしれないですね。もう1枚右に足したいと思います。あーいいですね。3枚ぐらいですね、立つ位置でいうと差があるかなっていう印象ですね。いやーダークホードもね、まあ、右に立って投げるとやっぱりねこう動きいいですよね。今のピンアクションもねかなり強かったと思うんですけど、うん、そうですね、立つ位置でいうと3枚ぐらい変えるとちょうどねストライクが出てくれるので、曲がり幅でいうと3枚ぐらいねあるかなという印象ですね。はい、今度はですね5枚ほど右に立ってオイルの薄いところを使って比較していきたいと思います。さあまずはコードマスターから投げたいと思います。いいですね。やっぱりコードマスターは結構外から投げてもやっぱパールでポリッシュのボールなので、オイルの薄いところでもしっかりと、ね、走っていってくれて、奥では、ね、ちゃんと曲がってきてくれるボールですね。はい、今度はですねダークコードで同じように右から投球していきたいと思います。さらに2枚ほど右に立って投球したいと思います。まあ、でも外から投げたときはそこまで大きな差はないのかなと思います。2枚ほどね今右から投げたんですけど、結構厚めにやっぱ行ってしまったので、外から投げたときはダークコードとコードマスター、やっぱそこまでね大きな差がないのかなと思います。はい、今度は逆にですね5枚ほど左に立ってオイルの多いところを使って比較していきたいと思います。やっぱりねオイルの薄いところだとそこまでね差が出ませんでしたね。いいですね。やっぱりオイルの多いところでもやっぱりコードマスターはねカバーストック強いので、こう行き過ぎることなく投げることができますね。はい、今度は逆にですねダークコードで同じように左から投球してみたいと思います。さあ同じところで投げてみたいと思います。オイルの多いところだとどれぐらい差が出るのか。やっぱそうですね、やっぱりダークコードの方がやっぱりカバーストック結構手前がね走る素材となっておりますので、やっぱオイルの多いところで投げた時はやっぱりコードマスターと比べるとダークコードの方が結構ねスーっていってるような感じがありましたね。それではローアングルから投球していきたいと思います。ということでご覧いただきましてありがとうございました。今日はですねハイスポーツ社最新作のコードマスターと同じコードシリーズでレックスパールのダークコード
この2つのボールを比較させていただいたんですけど、投げた感想としてはですね、やっぱり比較するとコードマスターの方がかなり曲がりが良く、ダークコードの方が走りのいいボールに感じました。曲がり幅でもやっぱり 2,3 枚ほどですね、やっぱりコードマスターの方が曲がるように感じましたし、コードマスターはですね、カバーストックがネックスパールということで、やっぱキャッチもいいですし、曲がり始めてからの曲がりの大きさも非常によく感じました。まあ、比較してダークコードはですね、やっぱりカバーストックがレックスパールということで、どちらかというと走りベースのカバーストックとなっておりますので、手前の走りがやっぱ非常によく、奥でですねコードマスターと比べると切れるように曲がるんですけど、曲がり幅でいうとですね、やっぱダークコードの方が小さく感じました。まあ、今回ですね、この最新作のこのコードマスター、コードシリーズの転がりの良さと奥の切れが非常によく出てるんですけど、さらにネックスパールのやっぱりドライゾーンでのキャッチの良さがですね加わって、非常にですねバックエンドの動き強く、やっぱピンアクションもね良くなっておりますので、ぜひ最新作のコードマスター投球していただきたいと思います。はい、ということで本日も初代チャンネルご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひですねチャンネル登録と高評価の方もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。